るか with カズギターのカズ兄って普段呼んでるんやけどさ、カズ兄さん、カズ姉やんね、これ姉カズ姉さん3人で、あとやります、やります、違う、こっちでもらえたら、こっちだ、はい、やるねということで、ね、さっき今日はこのお揃いの色違いです、どうですか、かわいい、糸葉ちゃんに借りました、そう、なんかずっと着てみたいなって撮って、絶対可愛いけん、絶対着てねって言っとってけん、もう今日しかないと思ってもういや、これにしようって糸葉が勝手に決めました、助かりましたそう、めっちゃ可愛い、そう、さすがにさ、いつも糸はるかで着てるあのパーカーこの知ってる人は知ってると思うけど、そう、分かる人には分かると思う、真冬、そう、めっちゃ生地分厚いんですよね、布は布やけど、布は布ね、なんていう、綿っていうか、めっちゃモコモコやので、今日は裏芋で死にそうだった、そうなの、そうに選んできたので、大丈夫ですか、なのでね、この衣装とメイトさんで、先に歌をね披露したいと思います、はい、よかったら聴いてください一緒に怒られて、一緒に大きくなって、一緒に涙して、その分もっと笑った、仲良しの姉妹で隠し事はなかった、好きな人の話いつか聞きたいかも、突然ともしたのうちが知ったけど、大人になるほどね、いつ暮らしていいの、予想ばかりの関係、爽やかな味さま、どうしよう全然近くしたけどいいの、味さま振り越して、ほっぺつけて、ポーズ決めて、あーどうしよう、大好きだよ大好きだよ、いつに会って可愛いね、君が
すごくないですか。すごいですよね。本当にね、あのギターってすごいよね。井川ちゃんもギター弾けるんでしょ。弾けるとか人前で言えない本当にあのだからもう、うん、今日初めてこうあのさっきリハーサルで合わせたんですけど、もうクオリティ高くてさすがやなと思って、ももちゃんとかやって、なんて3人でこうやってねコラボできたので、うん、すごく幸せです。あーよかった、私も幸せです、はい、ね、そう、それこそ私はね、あの糸葉ちゃんとのコラボもあるし、カズ姉ともコラボしたことあるんですけどね、これ3人でっていうのはなかなかレアなので、またできたらいいね。はい、ぜひまたしてください。お願いします。ありがとうございます。ドレスすごいよね。めっちゃすごい。なんかメイド服だから大人のお姉さんにするねっていうことだったそうです。コンセプト、え、あれチェキ取れるんかな。取れるんじゃない。取れるかな。取れるかもしれない。メイド取りに行きましょう。行きましょうということでね、次はいつもの糸はるかおなじみの曲を踊るので、よかったら言ってください。はい、マイクどうしたい。どうしよう。